こんにちは、編み物ジャーニーです。今日は、玉編みの円座を編みながらちょっとおしゃべりしてみようかなと思ってます。今編んでいるところは中心6目の玉編みから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段編めたところです。そして13段目の始まりはここにあります。終わりですね。13段目の始まりと終わりはここです。もう糸を引き締めて終わってます。で、今から14段目を緑の糸で編み始めようと しているところです。ここからちょっとスタートしてマークをつけて淡々と編めるようになったらおしゃべりしながら最近思うことですね。ちょっと編み物タイムを編み物セラピーを自分自身で楽しみたいなと思ってるところです。それで今から14段目に入るんですけど、13段目の始まりであり終わりからこの2目入れたところ、基本的には1個に1個ずつこの空間に編み入れてるんですけど、2個入るところがあるので、その2個したところから次の2個までの間のどこか適当なところからスタートしようと思います。そうするといつも同じところで増やし目せずにずらしたタイミングで増やし目をするので綺麗な丸になるんですね。それから場所を決めたらここから糸をつけますけれども、この糸も編みくるむ方法でいきたいと思います。そうすることで糸始末の数が減るんですね。で、編みくるむ方法で糸をつけるところやってみます。編みたいところにかぎ針を入れたら、糸いつも編むように持った次には編み地と一緒に中指と親指で押さえます。かぎ針は糸の左側に持ってきます。この状況で糸をかけながら1回出します。で、このままぎゅーっと持ち上げます。これがもう1目目の、立ち上がりになりますね。で、糸端はこっちに編み地と一緒に寄り添うというか一体化させます。そのまま中長編み始めますので、かけて同じところに編み入れます。糸端も一緒に沿わせてます。そこから中長の途中ですね、出してストップ。これで2回目、今1回目、これ2回目、これで3回目、3目の中長編み、玉編みにしますので一気にしました。玉編みはこれで完成です。ここから鎖を1個編みます。そして今からおしゃべりしながら私編みたいなと思ってるので、ずっと数を何個数編んでどこで増やすっていうのを考えてると喋れないので、数間違えやすいので、ここから14段目を編もうとしているを頭に入れて、1グループが14目になるように作っていきたいのです。なのでここをスタートとすると1、2、3、4、5、6、7、8、9、
9、10、11、12、13、14、13、14を同じところに入れますという印しました。もう一回いきますよ。1グループをここからここまで14目にしたいんですけど、13、14、2つ入れるところは13、14で、もうここからするとするとまた同じです。ここを13、14しましたので、次が1です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ここです。13、14。したいところに、13、14、2回入れたいところに印を入れました。同様に、次が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ここです。2箇所入れたいところに入れました。で、ここが13、14だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ここですね。なんかこれだけやってておしゃべりができなくなっちゃうかしら。よいしょ。もう一回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。13、14したいところに印。最後見えるかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ここです。ここで13、14で平たい丸が広がっていきます。で、準備ができたら編み始めましょう。これで印が来たところで2個玉編み入れればいいので一安心なんですね。先に準備しとくと、おしゃべりしながらとか瞑想ニッティングということで無心になってただひたすら玉編みをするができます。ちょっと今日コーヒー準備したのでコーヒータイムします。こうやってお茶を飲みながら、今日休日です。2月24日、何かの祝日で、今日月曜日が祝日になってますね。もうあんまり日にちの感覚がわからなくなってきていて、最近というかもう前からなんですけど、学校に行ってる人と方とかお子さんが学校に行ってたり、ご主人がサラリーマンで土日祝日がお休みとか、そういう感じの方だと曜日感覚がすごくあると思うんですけど、私の場合、主人がフリーランスで自宅で仕事をしているので、出勤さえもしていないので、朝も起きたくなったら起きてくる、ご飯食べたかったら食べるって感じの、こう時間時間に追われたり、曜日でスケジュールが変わったりする仕事をしていないので、まず曜日の感覚全くなくて、そして自分自身が編み物のお仕事をしているって、その何曜日の教室とかはあるので、水曜日の福岡に行く日とか、土曜日と金曜日は大分の自宅ここで教室をしている日っていうのはあるので、
あるんですけれども、その日になってから今日は何の日だったかなっていうのを考えちゃうんですよ。ここ印が2個来たので、あ、印に来たので玉編みを2回します。で、それができるのは、教室の生徒さんとの内容を今度この編み図をお渡ししましょうとか、今度この毛糸を注文を受けたので渡しましょうとかいうのは全部メモしていて、完全に覚えなくてもいい状況にしていることが、していないと全く覚えていないので全部メモをする。そして今日をやることも書き出しているのでそれをします。そして、やらないといけない準備なんかはその時に終わらせてしまっておきます。で、今日は朝から午前中は特に他の人と会う予定とか、その対外的な予定がない限りは自由にしているので、私の場合はですね。なので午前中は自由でした。なので寝ました。11時まで寝てました。そこから今日午後から保育園にお仕事に行くので、保育園に行くんだなという準備をして、で、おにぎり作っていこうかなと思ったので、今ご飯を旦那さんに炊いてもらってて、でもうすぐ炊き上がるので、炊き上がったらおにぎり作ろうと思って、今その10分ぐらい時間があったので、お、10分があったら編み物できるねってことでこうやって編んでます。そして、あ、編んでるところなんか伝えたいことがあったり、この編んでる様子を楽しんでいただけるかもしれないなと思って動画も撮ってます。そんな感じでこうひらめいたことしかやってないので、今度あまりにも先のことを心配してあだこる暇がないんですよね。で、結局曜日の感覚とかなくても、今日なんて祝日って知らなくて、普通に月曜日だから月曜日は保育園に行く日ということでシフトを入れてもらってるんですけど、で、月曜日何時からかなっていうのを見て、はっと気がついて、あ、祝日シフトになってるという感じなんですよね。で、旦那さんは普通に祝日だろうが何の日だろうが普通に仕事しているので、まあ、休みがないじゃないんですよね。毎日365日仕事してますけれども、まあ、家にいるので私の中では安心だし、すごく助けられています。とまたコーヒー飲みます。これもカップ気に入ってるファイヤーキングのカップでコーヒー飲んでます。で、もうすぐ保育園に行くのでおにぎりを作らないといけない時間になってるのに、編み出したら止まらないですよね。この一段だけでも編んでしまおうって思ってたんですけど、前置きが長くなっちゃってるので編み終わりませんでした。また帰ってきてから編むことにします。今日は、玉編みの編みながらこう印を6箇所つけると2個入れるところが前もって分かって楽だよっていうことをちょっとお伝えしようかなと思いました。あと、自由にフリーランスで仕事してると曜日の感覚もなくなっちゃうんだよっていうおバカな
話をしてしまいました。また、完成したらお伝えしようかなと思います。ありがとうございました。また撮ります。チャンネル登録していただけると嬉しいです。また会いましょう。失礼します。